日本の皆さん、誰が一番すごかったか、ペレかマラドナか、わからないです。多分ペレだと思います。よろしくお願いします。トゥイリアさん、お疲れ様です。はい、アルゼンチンのレジェンド、はい、天才ディエゴ・マラドーナさんが11月25日に死去されました。60歳でした。はい、若いですね。まあ僕がちょうどね、牧場に行って、そのニュースが自分にたどり着くのが次の日だったんで、すごく驚きましたね。健康的な問題があったとはいえ、やっぱそういったね、世界的に有名なサッカー選手が去っていくっていうのが悲しいですし、すごくこうね、良くないニュースだと思いますね。サッカー選手にとっても特別な存在だと思います、はいはい、トゥイリアさんにとってマラドーナはどんな存在でしたか？やっぱドイツとアルゼンチンのワールドカップの決勝戦か。でその後にグランドからドッピング検査に行ったあのシーンがすごくこう僕が若かった頃だったんで印象的だったんですけど、まあ嬉しいことにね、いろんな動画が未だに残ってるんで、そういうの見るとね、やっぱりすごい選手だったなっていうふうには思いますね。選手として監督として、はい、それぞれの印象を教えてください。あんまりそういう選手としてとか監督としてあんまり僕は言えるだけのね人ではないんですが、何を残してきたか、サッカーにはただそれだけなんで、あれだけのね小柄でね、あれだけの活躍できたマラドーナがいろんな子供たちにね夢を与える選手だったと思いますし、いいことだけをね見て、勉強に なれればいいなと思いますね。サッカー王国ブラジルにとっては最大のライバル、はい、アルゼンチンの象徴的な存在でした、はい、ブラジルのメディアではどのように報じられたのでしょうか？いやーね、このサッカーの素晴らしさ、亡くなられて、ブラジルニュースでもね、見たんですが、みんなマラドーナに対してね、いろんなアクションを起こしたり、みんなマラドーナの T シャツを着たり、みんなマラドーナが点取った後のパフォーマンスをやったり、マラドーナに対するリスペクトっていうのはライバルを超えたものだったので、そういうのがすごくサッカーのね、胸にキュンとこうなるような感情にね、させると思いますね。ブラジルのレジェンドに置き換えるとマラドーナはどんな人物になるんですか？まあ、やっぱりペレですか？ずっとペレとね、どれがいいかっていうのずっとね、それ比較されて、それも、ね、サッカーの楽しさだと思うんですよ。クリスティアーノ・ロナウドがあり、メッシがあり、ただメッシがいるだけじゃ面白くない。ペレがいるからこそマラドーナがいる。マラドーナがいるからこそペレがいる。ブラジル人にはペレがもうそんな比べ物にならないでしょ。逆にアルゼンチンにいれば、いやいやマラドーナの方がすごかったでしょうと、そういったことはね、人々のないろんなこう感情をね生み出してくる、そういうのがすごくサッカーの楽しさである。トゥイリアさんはやっぱりペレ派なんですね。さすがにブラジルは裏切られない。いや僕はペレにね会ったことあるんですよ。テレビで見てると全然違うんですよ。ちっちゃいんですよ実は。あれだけのジャンプ力、あれだけのヘディングの高さ、あれだけの技術、あれだけの強さ、いや僕は筋だと思うんですよ。なんだかんだいやペレの筋は超えられないと思うし、僕は比べ物にならないと思うんですよ。いろんな意味でグランド内外、やっぱりペレはペレです。サッカーの神様です。サッカーのキングです。